社会におらあえて
平和を念ず鹿の身
和の精神を世界へ、奉納祭祀を始めさせていただきます。私は司会進行役の安江と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの度の主催は和プロジェクト大使でございます。和プロジェクト大使の和が令和の和、大使は塩徳大使の大使でございます。本プロジェクトは日本の平和思想、和の精神を国内外に発信する平和活動を行っている任意団体です。そしてこの度はその一環として17条憲法が制定されたといわれる4月に宗派を超えて全国の寺院で奉納希望を同日開催する運びとなりました。先ほどは開式に先立ち四天王寺の吉田明瞭様より奉楽を賜りました。誠にありがとうございました。それでは本プロジェクトの代表であります宮本達彦よりご挨拶申し上げます。和プロジェクト大使の宮本達彦と申します。本日はご参集いただきまして誠にありがとうございます。東京オリンピックの聖火ランナーが今開会に向けて日本全国を回っています。本日も岐阜県八百津町にある神童の丘公園を通過いたしました。こちらは6000人のユダヤ人に命のビザを発給した杉原中根を顕彰する施設です。杉原中根は激動の国際社会において日本人のあるべき姿を体現した人物としてコロナ禍に入る前の一昨年4月3日にこちらの施設でも寄贈いたしました。多様性と調和、これは東京オリンピックのコンセプトです。しかしコロナ禍によって大会は1年延長され、その間に私たちは人種、性別、コロナ間の違いを通じてこの2つのキーワードを試されることとなりました。和食、和服、和歌、日本の文化や日本そのものを表すとき、私たちは和という言葉を用います。そしてそのルーツは聖徳太子が表された17条憲法の第1条、和をもって尊しとなすにあります。聖徳太子が17条憲法で示された和の精神とは、循環と調和と寛容の精神を一言で表した概念といえます。そして寛容とは、立場や考えの違う者同士がお互いを尊重し合うことです。まさに私たち人類がこれから向き合わなければならない精神です。世界的なコロナ禍は何が本当に大切なことなのか、それを私たちに問いかけています。そうした中で今年聖徳太子5世紀1400年を迎えることとなりました。そのことに思いを寄せて、本日和をもってコロナ禍の収束と人々の心の平安を皆様と共にお祈りいただけますこと、心より感謝申し上げます。令和3年4月3日和プロジェクト大使代表宮本達彦、ありがとうございます。すいません、忘れてました。この後こちらに控えておられます日本アハマディア・ムスリム協会のレース・アリーさんを
私からご紹介をさせていただきたいと思います。アリーさんは昨年の4月3日にもこちらでご挨拶を賜りました。私たちはイスラム教というのをなかなか知る機会がございません。しかし一つだけアリスさんにお言葉をいただく前に僕が感動したことをお伝えしたいと思います。イスラム教というとなかなかいろいろと、もうだいぶ前からテロが起こったりして、イメージが日本人の中には多かったと思うんですけれども、一ついただいた言葉、あなたが天国に行きたいんだったら一番の近道をほにゃららすることです。さてここに何という言葉が入るでしょうか。私はその言葉を聞いてイスラム教に対するイメージを、はあそういうことなんですかと、随分と印象が変わりました。ですから異なるごとにこの話をいろんな場面でお伝えしているんですけども、答えを申し上げます。あなたが天国に行きたいんだったら一番の近道はお母さんを大切にすることです。私の中でのイスラム教のイメージはその一つをとってみても随分と変わりました。もう一つ、今日こちらにアリーさん来ていただいた、もう一つだけ紹介しますと、あなたがその国で暮らしているんだったらその国を愛しなさい。これも実はイスラム教のムハンマドの教えです。つまり日本で生活されているムスリムの方々は日本のことを愛そうとされている。それに対して私たちは先ほど申し上げたようなイスラム教に対するイメージ、拭えてない方も世の中にいっぱいいると思うんですね。しかし和の精神ということを考えたときに、やはり相手のことを正しく深く理解する、とてもこれは大事なことではなかろうかと思います。今からアリスさんにお言葉を賜りますけれども、毎回私は感動して、そしていろいろと改めなければいけないなという気持ちにさせられました。ではアリスさん、どうぞよろしくお願いいたします。大なる聖徳太子の死後1400年を迎えた今年の本日4月3日に、聖徳太子の建てた寺院で日本最古の漢字である四天王寺でこのようにお話しする機会を設けていただき、この上なく光栄です。聖徳太子は日本で最初に法律、仏法を広めた方です。和国の教主と言われ和を尊ばれた方です。また秘伝院、病院、製薬院、経伝院などの歯科院を設立するなど日本最初の社会福祉の実践家でもありました。和をもって尊い人なすという聖徳太子の言葉こそが日本の精神文化の原点だと思います。和は和みとも読み、令和の和、調和の和、平和の和でもあります。お互いに認め合い、話し合い、共に尊重し合って行動することが和の心だと思います。自国を愛する皆様同様、私もこの国日本を愛しています。この国の文化や伝統、そして聖徳太子のような歴史上の偉大な人物たちに私は敬意を払います。ところで私は一人のムスリムです。イスラームを信じる人はムスリムと呼ばれます。
ムスリムという言葉は平和な心を持って社会に平和をもたらすものを意味します。聖なる預言者ムハンマドはムスリムという言葉を次のように解釈しています。ムスリムたる者は自分の口、つまり言葉、そして自分の手で誰に対しても平和と安全を与えるものです。イスラム世界においてアッサラームアレイクムという挨拶がありますが、これはあなたに平安がありますようにという意味を表します。イスラムでは挨拶は平和への第一歩とされ、友人、知人は当然として知らない人にも挨拶するように言われています。この挨拶は単なる日常的な対話ではなく、偉大なる神様によって相手に平安や祝福がもたらされるようにという祈りの言葉が含まれています。現在グローバル化の中でお互い分かち合い、助け合い、そして相互理解が最も大事になっています。そこで誤解されているイスラムと日本の方々の交流を増やして、イスラムの本来の姿を理解していただきたいと願っております。偉大なる神があらゆる喜びと平和を皆さんに満たしてくださいますように。アーメン。で尊しとです。世界平和祈願の愛はプロジェクト大使所属書家竹本大輝。
章についてお話しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。とても大事でございます。本日は四天王様の方に、私の希望をお祈りをさせていただく折にお越しいただきまして、どうもありがとうございます。和をもって尊しとなす聖徳太子様のお言葉なんですが、この四文字は私が一番最初にご本の書きさせていただいたのは2003年京都の清水寺で、奥の院の方でご本の書きさせていただいたのが一番最初でした。それからたびたびこの和音で尊しとなすという文字は書かせていただいているんですが、ようやく念願が叶うと言いますか、失礼なんですが、叶いました。本日四天王寺様で、この四文字をご本が出てきたということは、この上もない喜び幸せでございます。本日のこの平和、世界の平和について、和を持って尊しとなすという、そういう私たちの日本人の心の思いが世界に、届いてですね、平和な世の中になるように、心からお祈りいたしております。和を持って尊しとなすなんですが、和プロジェクト大使の宮本代表、本日はどうもありがとうございました。おかげさまで無事に終了させていただきました。またどうぞよろしく、ますますのアポロジェクト大使のご発展をお願いいたしております。どうもありがとうございました。本日誠にありがとうございました。それでは最後に四天王寺の山岡文雄様よりお言葉を賜りたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんお疲れ様でございました。ですね、この和プロジェクト参加させていただきまして、今回で2回目になるんですけども、なんかね、コロナのせいで、なかなかやりにくくなったりとか、本当だったら、もっとたくさんの人たちに、PR をして、で大勢で、囲んでっていう気持ちの場所でもあるんですけども、まだまだから先になりそうです。ただし、最初にお声掛けをいただいた時には17カ所でしたいっていう話でしたよね。それが去年一昨年、増えてきまして、で今年はたくさんの聖徳太子ゆかりのお寺で、大々的に、この日行うというふうになりました。多分来年になると、今からこういう感じで考えると倍々になっていくと思いますんで、日本中にこのプロジェクトが広まればいいんじゃないかとも思っております。ただし和をもって尊しというのは普通に漢字で考えた和みというだけの簡単なものじゃなくて、本当に、徹底してそれをしようと考えると簡単なように見えてすごく難しいことです。相手の、同調するだけじゃなくて相手の言ってる意味を理解して、そして、例えば10人に出たら10人の人たちが別々の話をしたら多数決しちゃいけないんですね。この前も大阪での都構想のこともありましたけども、半分半分ぐらいでどっちが難票され勝ったからといっても勝った方を受け入れたら正解じゃないんです。10人100人出たら10人100人の人たちがその決定に手を叩いて喜んでくれるような、そういうことを答えを導き出すというのができる人というのが聖徳太子だったと思うんです。だからこそそういう意味を込めて和をもって尊し、ここからこういうのを続けていくと、だからこそ世界平和になるんです。どの宗教が偉いとかどの宗派が偉いとか、誰が正しいというわけじゃなくて、
本当に和をもって尊しという言葉は、尊いことになりますので、仏教でいう悪いことをしない、いいことをしようというのも言うのは簡単で、やるのは本当に難しいことです。それと同じぐらいの気持ちでみんなで、このメッセージを、和をもって尊し、本気で伝えていきたいという、そういう熱い心を受け取りましたので、みんなでもこれを機に、ここからがスタートです。どんどんと誰かがやらなければいけないことなので我々でやるじゃありませんか、そういうふうにも考えておりますので、このメンバーからどんどんと日本に世界に発信していけたらと思います。本当に今日はたくさんのご縁をいただいてありがとうございます。誠にありがとうございました。以上をもちまして、第4回4世3大使日本の誇り和の精神の世界へ奉納祭事を終了させていただきます。本日はご参集いただきまして誠にありがとうございました。そしてご住職、お寺の皆様、お手伝いいただきました皆様には心より感謝申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。